現場の西山さん。はい、7月11日木曜日、ラーメン西山へ天気予報の時間です。アリース、アリース。じゃあカメラ君、空見ましょうか。はい、そうっすよ。で、雨が朝の9時から、はい、まあ、12時か3時ぐらいまで、はい、で、夕方から曇りって感じですね。はい、今日も暑かったですね。そうっすよ。あと、納豆の日だったんですよ、今日。7月とか。そうなんですね。ちょっと忘れてましたよ、もう。やっぱ納豆といえばラーメン、西山は納豆ラーメンなんですよね。はい、やっぱ納豆ラーメンうまいですよね。美味しいです。大人気ですよね。そうですね、一番人気です。カメラ君どうです、納豆ラーメン。自分好きですよ、納豆ラーメン。でもあんま納豆ラーメン食わないですか、カメラ君。はい、ちょっと作らせるのがめんどくさいです。さすがですね、偉いですね。さすが柔道部って感じですね。あ、そうっす。やっぱ納豆うまいですよね。はい、納豆ラーメン。なんであんなラーメンに合うの。あのラーメンに納豆とはい、大将ですか。その通りですよ。もうやばいっすよね。さすがですね。大発明だと思いません。はい、なんかノーベル賞ぐらいもらえますかね。そのうち広まれば。栄誉賞かな。栄誉賞でもいいです。広まればって感じです。広まればですか。はい、まあ、そういうのをちょっとやっぱ伝わってほしいですね。そうっすね。アリース、アリース。